では始めます。よろしくお願いします。はい、お願いします。今触られたくないところとか、あの注意してほしいことってありますか？いや特にないです。特にないですね。はい、はい、結構足が内向きになりますね、寝ると。あーそうですね、外向きになるんじゃない。あ、これできないですよね。こんな感じ、これが楽な体勢なんで。まあ、普段と逆にする感じですね。腰がいつも前に出てるので後ろに出すっていう感じで。あー、はい、いったきついですか？はい、硬いんですよね。あ、そしたらちょっと叩きましょうかね。これでやると、あの骨の隙間が広がって切り腰が改善されるので、うんうん、気持ちいいですか？めっちゃ気持ちいいです、はい。響くところありますよね。なんか肩甲骨あたりやばいですね。の方なので、うんうん、この辺がすごくこういう硬さが出てるっていうことですね。まあ、大体の方はもう辛くて来てる方なんで、まあ、腰も硬いんですけどね。ズキンと痛い感じではないですよね。じわっと痛い感じですよね。そうですね。左の方がなんかちょっと盛り上がり強いですね。あ、強いですか。うん、こちら辺の方が。ただ痛いのは右なんですよね。あ、そうですか。負担かかってるのがなんかわかんないですけど。そこがめっちゃ痛い。痛い。こっちはあんまり痛くない。硬い感じがする。そうですね。多分こっちの方が鈍くなっちゃってるのかもしれないですね。厚みはこっちの方がありますね。はい。痛いですね。腰は良くない方ってこのもものところも。なんかその張ってるんですね。膝の横、はい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 、今激痛ビュッて足が勝ってきて、はい、そこ、これがね痛い、すごい冷えてるところなんですよね。硬い、はい、硬いですね。やばい、全然強く押してないですよ。お尻も結構ずっと響く感じあると思いますけど、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、こんな足悪かったかなって感じですね。でもいや足は悪いんですよ皆さん。気にしてないんですけどね。足悪くなくて腰だけ痛いとかないですからね。うん、最近ちょっと仕事
なんか休みが全くなくて、うん、結構良くないですね。良くない良くないですね。この辺も押されると痛いですよね。痛くないですか？はい、なんか、はい、むしろなんか痛いところになんか届いてない感じの。あ、本当ですか？もっと奥が痛い感じですか？あのとこですかね。これ痛いですね。はい、そう、硬いんで痛いのは痛いですよね。その辺はやばいですね。そうですね。血が良くない。血が良くない。はい。はい。はい。ね。すごい。ゴリゴリしてますもんね。ああ、そこ、そうそう。冷たいですしね。ね、足冷たいですよね。先生の手が温かい。アキレス腱出てないですね。え、むくんじゃってて、ここに本当はアキレス腱がスッと入るもんなんですけど、出ていない。してない。そう、周りが膨らんじゃったような感じになってて、うん、見えないですね。ここら辺までしか。形跡がないというか、そうですよね。そう、触るとここにあるなって感じなんですけど、周りが膨らんでる感じで見た目ではわからないですね。結構むくみが。ちょっと後でやりますけど、この先のとこですね。痛いんですよね。こうキュッてくる、はいはい、どうにしたらあんまり痛くないですかね。あ、うん、いや、うん、やっぱり痛い。あ、そこの辺が痛くないかな、うん、あですね。はい。あ、硬いですね。うわ、めっちゃ気持ちいい。痛気持ちいい。すごい、うん、右半分がすごいすっきりしてる、はい、頭そうですか、うん、なんか酸素がすごいいってる感じ。感覚鋭いですね。あ、そうですか、うん、すぐに分かる人って反応が早いとか感覚が鋭いと思います。へ、一気に世界観が、なんかもうふわってめっちゃ痛い。ねえ、めっちょっと肩が前に来てますね。そう、息止めちゃいますね。これも痛い。痛気持ちいいです。行かないですね。そうそうそう、この辺から先がもうこっちに上がっちゃいますもんね。このまま奥に行くのがきつい感じですね。
それは何でこういう風に肩が前になってるからですね。本当はこうなってくれるとこの状態からだったら薬に行きやすいんです。あ、本当だ、はい、でそうすると、ね、こう肩甲骨が入った、はい、肩甲骨がやっぱりちょっとこう動きが悪くなってるんで、痛い肩甲骨をちょっとしっかり上げていくといいんですけどきつすぎますからね、硬いですね、凝ってますね肩甲骨周りやばい、笑いが出ちゃうから、ね、でもこのやっとくと首がもう緩んでますよね、さっきより。ああ、そうですね、うん、そうですね、よいしょ。じゃあ反対横向きにお願いします。あ、はい、ゆっくりでいいですよ。もう少しお尻後ろですね。こう。はい。結構ね、やっぱり痛いんですね。結構疲れ溜まってますね。はい。はい。腰も常に痛いのがうなずけますねもうなんか常にどう座っていいか分かんないんですよね。うん、なんか、はい、先ほどの激痛は、そうですね、温度的にはこっちもヒヤッとしてるんですけど、あのコリがないですね。左足の方がなんかこうこの辺があれ張りがありましたね。左足が良くないんでしたっけ？なんか、そうですよね。でもちょっと足先赤くなってきましたね。本当ですか？うん、さっきよりも温度自体は冷たいままなんですけど、うん、頭のとこにいじられてだいぶ頭がすっきりした感じ。あ、そうなんです。でもさっきより痛くなさそうですね。そうですね、さっき、あ、でもそこ痛いです、うん、あだやっぱり痛いですか？そこは痛いですね、そこ、その、うん、その辺まで行くと。そうですね、あんまり多分さっきの方が確実に痛いって、なんかどこしても痛いみたいな、今の方が押せてる感じですね。ここがさっきより緩んできてるんですね。さっき、あの正座の状態で絡んだ時に最初はすごいここが張ってて痛かったんですね。肩も息よりは痛くないな。なんか片方やるとそれでも片方も緩んでくるっていう部分もあるんですよね。そこ痛い、ここ痛いですね。やっぱりそこのなんか、でもやっぱりなんか右肩の方が前に行ってましたね。利き手右ですかね。そうですね、ちょっと痛いですか？痛いですね、多分大丈夫なんじゃないですかね。痛くない。
ないんじゃないですか。あ、痛くないですね。同じようにやってますけどね。右と違う、はい、違いますね。左の方が肩ずれてないんで、うんうん、肩甲骨の動きもいいですね。いい、うん、別に気持ちいいぐらいですよね、上げられても。あ、そうですね、右の痛かった、なんだったんだってぐらいそうです、あんまり動いてないと肋骨にくっついてきちゃうんですね。あ、剥がそうとすると痛いんで。結構乾燥肌ですか。乾燥肌です。そうですね、冷えてますもんね、全体的に。すごい乾燥肌です。あ、血が巡りが良くないんですね。めっちゃ気持ちいい、うん、そう、腹部が張る人はストレスが強い人ですね。あ、私ですか、うん、あ、顎を噛み締めてたりとか、はあ、うん、気を使ってる、疲れがある人多分図星ですね。はい、もう見せないようにし、まずきつ見せないようにしてるから良くない。そうそうですね。出しちゃった方が楽ですからね。あ、なんか寝てる時に、はい、もう昔からなんですけど、はい、奥歯ですごい歯ぎしりをしてるって言われて、もう20代、ま、会社員やってた頃からかな。会社員も経験されてるんですね。いろいろやってるんですね。そうなんです。胃潰瘍をやった時期かな。あら、まあ、もうそのあれもストレスを、ね、そう、はい、象徴してますね。と同じ会社の人が、はい、まあ、ちょっとこうご飯を作りに来てくれて、スープなんですけど、で、まあ、一緒にじゃあちょっと寝ようかみたいな感じで、まあ、一人暮らしだったんで、でその子が起こすんですよね。なんだろうと思ったら、はいはいはい、いや、歯が折れるかと思ったって言われてゴリ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 って感じだったんですか。いや、なんかガリガリやってたみたいで。あ、怖いですね。奥歯大丈夫なんですか。減ってないですか。いや、多分減ってるんじゃないのかな。歯医者さんには行ってないですか。最近行けてないですね。歯医者さん行きたいんですけど。から首も張っちゃうんですね。結構押せるようになってますよね。緩んできましたね。本当ですか、うん、痛みますか。若干痛いですね、ちょっとね。そうですね。
つ伏せになってください。うつ伏せに、はい、はい、なんかすごい緩む感じ、はい、ちょっとまっすぐに下ろしていただいて、頭、はい、こういう感じで、あ大丈夫ですか、全然大丈夫ですか、はい、そうですね、気使うから肩がこうですよね。腰を緩めた状態で押したいと思いますので、うん、はい、大丈夫ですね、大丈夫です、はい、腰の反りが減ってきましたね、はい、お尻がすごい出っ張ってる感じで、うんうん、ぐっと下に腰
が下がってる感じだったんですけど、あのちょっとなだらかになってきた感じですね。大丈夫ですかね、うん、大丈夫ですか、ね、はい、緊張しやすくって力入りやすいんでしたよね。そうですね、うん、だからちょっとそれが抜けないままに、なんか、うんうん、その形状記憶しちゃってるというか、緩みにくいですよね。だからね。あ、そうですね。ただ性格的にも緩めにくいです。なるほど。うん、結構注意深かったりとか。そうですね。ああ、でも確かにそういう方だと出産も大変になるっていうのわかる気がしますね。あ、そうなんですか。やっぱおおらかな人の方が多分得意だ、得意というのか、うまくいくっていうか、あんまりあの気にしない人で、あの体の流れにそのまま任せられる人みたいな方が、まあスムーズですよね。結構緊張しやすい人だとなかなか開いてこないとか、あんまりそういう風に見られないんです。うん、すごい緊張なんですよ。そうですね。雰囲気的にはそんなにあの余裕ありそうな感じがします。私結構バクバクな人で、いいかわかんないですけどね。なんかみんなとこう喋ってる時の話をしてると、まあその人の雰囲気だよねってやっぱ言われるので。平気だと思えばいいのに、なんかいろいろ気遣ったり緊張したりとかしちゃうので、右の方が回りにくいですね、足。右の方が、はい、これ今かかと回してるんですけど、スムーズに行きにくいですね。すいませんね、ちょっと足首を広げるような感じしてます。今これで回りやすくなりましたね。
仰向けですね。